変だったわね。被害に遭った刑事さんは？静香さんが行方不明になった時、何度もこの下宿に来て聞き込みをしてた方よね。熱心で偉ぶらないいいお嬢さんだったのに。友達の家に泊まるからって電話があったから心配はしてないんだけど。
セラ？いや、今日はまだ見てないな。いつもなら塔にバイオリンを弾いてる頃合いなんだが。鈴見さん、やっぱりどうなさったんですか、こんなところで。学生課からあなたが殺人事件に巻き込まれたと聞いて心配してたんですよ。顔色が。真っ青じゃありませんか。どこか具合が悪いんですか。救急車を呼びましょうか。神父さんはお留守なのかしら。教会の奥で休ませてもらった方が。ええ、この教会には子供の頃から通っていましたから。スズミさんはなぜここに。心配して。いいえ、そういえば駅前にも姿が見えませんでしたね。いつもならお客さんをいっぱい集めてバイオリンを弾いているのに。ステラさんはしっかりしているから危ない場所には近づかないはずです。
存知でした？あれはこの町に伝わる魔女の伝説の中でも特に有名な物語です。はい、そして神様にすがって救われ天に召されるというお話です。バージョンのお話があるんです。人を襲っている姿を見られたっていうお話と、もう一つは自分の夢で気がついたというお話が。ええ、魔女になっている間のことを夢で見て、それで自分がしていることに気づいた。鈴見さん、
女の正体って何だと思う？ここに戻ってきたのはね、あなたにお別れが言いたくて。花を買ってくれるお客さんや管理人さんやヘンリエッタ先生やニコやミリアムやお友達みんなに挨拶したかったんだけど、これが最後だって思ったらあなたのことばっかり頭に浮かぶの。不思議ね、会ってからまだ1週間にもならないの。最後にもう一度あなたの好きな曲を弾かせてね。